皆さんこんにちは。地球や生き物に優しい自然栽培を生業としておりますベリー水野です。今日は私が東京から単身で田舎に移住をして5年目となりますので、女一人で田舎に移住をして良かったと思う点と大変だったと思う点をですね、2つ共有をしていきたいと思います。都心部から自然豊かな田舎へ移住を検討している方の参考になりましたら嬉しいです。まず移住するにあたって心配だったこと、不安だったことはですね、住まいについてです。あまりですね、人気がないところに住居を構えてしまいますと、夜一人で出歩くことができないのではないかなとすごく心配しておりまして、私が今現在住むこの能登半島の付け根羽咋市というのはですね、平地、港町、山間部といって多種多様な居住エリアがあるんですね。で、私がもともと理想とする暮らしはですね、東京に住んでいた頃から緑豊かで自然に囲まれて生き物ですとか動物たちと共存するような、山間部というか森のような場所を理想としていたんですね。ですので本当の理想に近い形は山間部だったんですけども、私の住む羽咋市の山間部って本当に山の中はもう夜街灯なくて真っ暗っていう場所で、ちょっと最初から東京にずっと住んでた私がですね、そういう場所に住むっていうのは抵抗がありました。ですので今現在私はですね、移住をしてきた4年前から同じ場所に住居を構えているんですけども、平地のですね、比較的繁華街羽咋の中で一番栄えてる場所に住居を構えています。そのおかげでですね、私の住む家のすぐ横に人通りの多い道がありまして、常に人の目が触れる場所なんですね。なので深夜ですとか夜、あんまり出歩くことはないですけども、こう出入り、家に出入りするのも何の心配もなく、出入りができています。ですが、いくら人の目がよくねある場所に住居を構えているとは言ってもですね、戸締まりはですね、女の一人暮らしなのでしっかりとしています。結構ねこっちに来てびっくりしたんですけども、地元の方々は日中誰も家にいないっていう時でも鍵をね開けっぱなしにしていたりとか、お昼寝しているんだろうなって思うような時にも鍵が開けっぱなしになっていて、ちょっとね東京から移住してきた私はそこがびっくり、カルチャーショックみたいなものだったんですけども、私はいくら、家に日中いても鍵はなるべくしっかりとかけていて、出かける時も鍵は必ずかけて出るようにしています。地元の方がねこのお話聞いたら、そんな用心しすぎなんじゃないかなっておっしゃるかもしれないんですけども、実は過去にこういうことがありました。移住してきたその年だったかなの夏にピンポーンってなったんですよ。休日の日で家にいる時にですね、で出るのが遅くなっちゃったんですね。そしたらガラガラって玄関の開く音がして、えっと思って慌ててダダダって出てったら、ガシャンって閉まった音がして誰もいなくて、でも後で見てみたらなんか営業風の背広を着た男性がなんか近所歩いていて、今のってもしかして営業のふりしての空き巣なんじゃないかななんてちょっとピンと来てしまって、その体験があったからよりね戸締まりは家にいたとしてもしっかりするようにしています。とは言っても洗濯したりとかお布団干したい時ってありますよね。あと家の中を換気したい時とかは日中お掃除の時とか開けたりしていて、2階とかだったらあんまり入られる心配はないかなと思って開けっぱなしに、2階をですよ、2階のドアを開けっぱなしにして出るっていうことはたまにありますけども、それもめったにあんまりやっていません。というようにかなりね住まいに関しては用心しています。でね、田舎暮らしをする上で
多分多くの方が心配な点でね、やっぱりお買い物する場所や遊ぶ場所がないんじゃないかっていうね、ご心配、特に女性はねショッピング好きな方多いのでなさると思うんですけども、私の住んでいる場所は先ほどもお話ししたように街の中でも市街地になっているので、メイン通り一つの通りに大体のドラッグストアですとか大型のスーパーですとか DVD のレンタル屋さんですとか書店ですとかいろんなものが、あの病院もね含めて揃っているので、あんまりお買い物で困ったなって感じたことはありません。あとはまあ洋服とかねおしゃれを楽しみたいっていう方もいらっしゃると思うので、そのお話もしておきますと、まあ私がもともともう消費東京というね消費都市にずっともう若い頃からいたので、子供の時から若い頃までいたので、まあ消費はもうね、あの私にとってはもう卒業しているというか、ほぼなんかあんまりあの欲しいものがないんですよ。作りたいものはあるんですけども、欲しいものっていうのがなくて、あんまりだからお洋服とかもそんな毎週毎週とか毎月毎月とかあんまり求めないので、まあそれもあると思うんですけども、どうしてもなんかショッピングしたいな、おしゃれなもの見たいなって言った時は、車で1時間弱金沢の方に行きますといっぱいデパートですとかがありますし、今はねインターネットの時代なので、私はそのショッピングする時間ですとかそこまで金沢まで行く時間っていうのを時間を大切にしている人間なので、あのそのロスを考えたらインターネット上で検索ワードを入れて何々例えばスカートワンピースとかね、入れれば自分の好みのものってこう今やインターネットで選べる時代じゃないですか。でね、インターネットで購入したらもう翌日には発送、その次にはついてるっていうような、もう今時代なので、あんまりお買い物で不便を感じたことは正直ありません。でね、私は女一人で住み慣れていた生まれ故郷である東京を離れて能登半島に来たわけなんですけども、孤独かどうかっていうことですね。まあ正直孤独な部分も多いです。なぜなら私はあの農家、一人農家が仕事なので、やはり畑の作業って一人ですることが多いですね。お手伝いの方たまに雇う時はありますけども、ほぼほとんどの時間を一人で過ごします。でプライベートも丸3年半ぐらいは一人だったので、まあ孤独な時間が多いです。ですので、まあ、孤独を楽しめるぐらいじゃないといけないのかなっていうのが正直な感想です。ですがですね、物理的な距離は家族や友人と離れてしまいましたけども、今でもね母とは1週間に1回電話で結構長話したりとか、兄弟ともね LINE でつながっているし、友達ともね LINE でつながっているし、あとこちらに来てから、ね、あの生まれた交友関係もたくさんあるので、本当に困ったなっていう時は、こっちのねあの友人ですとか知り合いの方々に結構あのヘルプを求めることが多いです。で、私のアドバイスとしましては、その移住する時か移住してすぐぐらいに、その移住先で、お母さん的な存在ですとかお父さん的な存在ですとかお兄さん的な存在ですとか、そういう方を何人か作っておくといいんじゃないかなと思います。私自身はですね、移住してもすぐの頃からお兄さん的な存在の方がいたりとか、お母さん的な存在、お父さん的な存在っていう方々がいらっしゃって、いくつかのね、コミュニティに属しているんですね。そのおかげで何か本当に体調不良とか心身不良って言った時は、そのどこかのコミュニティのそういうお父さん的、お母さん的、お兄さん的存在にいつもヘルプを求めてきました。ですので、まあ、そういったいくつかのコミュニティに所属しておくと、何か困った時に助けてもらえるのではないかなと思います。まあ、孤独の時間は結構あったりするんですけども、私自身はですね、東京にいる時代に、出会った、バイブル本
アナスタシアで、私の人生を180度変えた本なんですけども、その本の中で述べられている、地球の問題を解決するとってもシンプルな生き方の提案がその本でされていまして、それは端的にお話ししますと、1家族がですね約1ヘクタールの土地を持って、そこで、地球や生き物と共存した暮らし、優しい暮らしを、自然栽培みたいな無農薬の環境負荷の限りなく少ない農法で自給自足を営みながら暮らすという提案がその本には述べられておりまして、私はそれにすごくインスパイアされまして、そういう暮らしをこの人生で達成するぞと思って、その一つの手段として自然栽培を、選びまして、この能登の地に移住してきたので、今孤独な時間があったりしてもですね、東京にいる時代からだいぶその私の目標とするビジョンにだいぶ大前進しているという実感がありますし、いつかその夢を果たすんだっていう、こう今は英気を養っている時期だと思えば、この孤独もなんかワクワク感に変わっていっています。続きましてですね、未婚のね女性ですとか独身女性にはとてもね大事なポイントとなります、恋愛結婚についてなんですけども、私は実際4年前にですね、この能登半島の地に未婚の状態で単身で移住をしてきたわけなんですけども、出会いですとかチャンスは本当にたくさんあるなっていうのが私の実感です。どういうチャンスかと言いますと、まずですね、どこの地方もそうなのかはちょっと分かりませんが、私の住むこの、田舎はですね、結構独身男性がお嫁さん探しをしてたり、パートナー探しをしてるっていうケースが多くて、または独身の息子さんがいて親御さんがそういう方を探してるっていうケースが、まあ、こっちの方が多いかな、多くてですね、今までこの4年間でたくさんそういう、まあ、いわゆるお見合い話みたいなものをいただきました。もうほとんどお断りしてるんですよ。実は私はね、お見合いは別に否定はしないんですけども、自分の直感ですとかご縁を感じるものを大事にしたいので、あんまりね、そういうお見合いっていうのは受けてないんですけども、お話は本当にたくさんいただきましたし、今でもたまにありますっていうぐらい本当にたくさんチャンスはあるし、私の住むねこの羽咋市っていうのは自然栽培の聖地と言われていて、もうだいぶ前から30代40代の若者が自然栽培をしにこう来る町なんですね。なので移住者の未婚の男性も多いっていうのもあったりして、まあ、出会いは本当にたくさんありましたし今もあります。ただですね、私の経験上全てをウェルカムってやってしまうと、何をしに来たのかっていうことが私の場合は見失ってしまいそうだなって思ったし、未婚の、ね、女性ならばお分かりかと思いますけども、あまりそう、ね、そういうご縁を断らずにそのままにしてしまうと変なトラブルにも巻き込まれてしまうんじゃないかなと思っているので、私は結構この4年間でそういったものはちょっと消極的でした。まあ、ですがね、今の直感でこの人は最良だって思うパートナーに出会えたので、まあ、それも結果良かったのではないかなと思っています。まあ、恋愛結婚のお話ですとか人間関係のお話させていただいたんですけども、トータル的に見てですね、まあ、私の住んでいる場所にはやはり移住者が多いっていうところで、先輩移住者が多いから何か困ったこととかあったりとかしたらすぐに相談、同じような同業種の方に相談できたりですとか、あとはですね、とても優しい方々が私の住むエリアは多くてですね、本当に困ってる時は皆さんがたくさんの目で私の周りを見てくれているので、そういう防犯面は守られているなという実感を日々感じています。ただ私は一応女性なので、一応空手の黒帯ではあるんですけどもね、男の人には力でかなわないことも多いじゃないですか。なのでルールを自分に課していて、農家ですけども畑作業は日が沈んだらやらないようにしています。要は夜は絶対に畑には出ないように
というふうに自分にルールを課しています。私の経験上ですね、どんな人にでもですね、通りすがった人とか周りのご近所さんですとか出会った人には挨拶さえね、しっかりと忘れなければ変にいじめられるとかされることはないんじゃないかなって、それは女性の特権だと思うので、基本のね挨拶だけは常にね、どんな時もしっかりするように心がけています。以上ですね、念願の田舎移住を果たして5年目となります私がですね、田舎移住を女一人でしてみて良かったと思う点と、大変だったと思う点をシェアさせていただきました。今はね、平地の市街地に住んでいるんですけども、ゆくゆくは先ほどお話ししたように自分の理想のビジョンに近づくために山ですとか、耕作放棄地ですとか森林のどこか良い、私やパートナーがここだってご縁を感じる場所を所有してですね、先ほどお話ししたような1ヘクタール以上の土地で環境に優しい自然栽培で自給自足しながら、それを生業として環境と地球と調和をした生き方をしていきたいと思っています。いろいろシェアさせていただきましたけども、いくつかのねポイントだけしっかりと押さえておけば、女性の田舎の一人暮らしも快適に過ごせると思っておりますので、ぜひ参考にしてみてください。本日も動画最後までご視聴してくださりましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあまたね。